14年措置五輪出場のプロフィギュアスケーター村上かな子29が10日自身のインスタグラムを更新。前日9日に現役引退を表明した宇野昌磨26イコールトヨタ自動車への思いを綴った。写真、インスタで公開した宇野昌磨との2ショット。宇野の頭に左手を乗せて2人で笑う2ショット写真をアップし、昌磨お疲れ様だよ。と、弟、 をねぎらう言葉からスタートしたオースリンクで教室の水色のスウェットに手より大きい赤い手袋して滑ってた時がつい先日のことに感じるよそれから一緒にゲーム作って練習したり製氷の時間にキャッチボールしたりなぜか私に反抗期なのか無視されてた時期もあったし W そんな楽しい思い出の中でも命かけてお互い練習してきたよね私の現役生活の中でも ショーマと練習しててきた思い出はすごく多く多私にとって大事な弟です。やっぱり試合でショーマを見るときはどこか身内を見るように心配で W ・原文ママ。自身は17年4月に現役を引退してプロに転向し、3月15日には一般男性の豊さんとの結婚も発表した。そんなショーマも第二の人生を歩むんだなと思うと少し寂しさと、 どんな人生を歩んでいくのか、とても楽しみです。私もいつでも頼れる姉さんでいられるように頑張らなきゃなぁと勝手に思ってます W 頑張ってきたしょの第二章に幸せがいっぱい降り注ぎますように、原文ママ、ま。今後も、姉、ね、目線で寄り添っていく温かいメッセージだった。